大成です。リュウです。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。早速リュウ君と行ってきました。朝一行ってきましたね。行ってきました。並んでましたね。並んでました。僕らが行った店舗はね、五反田なんですけど、五反田ね、穴場なんですよ。穴場でしたね。まあプラス J の時は全然混んでね、うん、あ、そうなんだ。それ言ったらちょっと今度から五反田の方行くことになったらあれなんですけど、せーの、ね、はい、うわー、リュウ君の方がショッパーででかい。あれあれ、大成さんいっぱい買うって言ってた気がするんですけど、2万円くらい買うって言ってたの誰だっけ。まあでもね、あったかくなってきたんで、はい、ちょっとアウター類はね、今回ちょっと僕やめます。はい、1個ずつ紹介していきます。あ、そうですね。せーの、じゃーん、はい、おそろいオーバーサイズオープンカラーシャツ、お花柄の方を購入しました、うん、これは買っちゃうよね。一番目を引きますよね、はいはい、サイズちなみに何にしたんですか。僕 L です。僕 XL にしました。あ、逆ですね、はい、これ夏っぽくてめちゃくちゃ可愛いです。じゃあ次いきます。はい、せーのね、あー、はい、シャツだ。でも2人ともシャツです。じゃん、これですね。リュウ君の方、オーバーサイズオープンカラーシャツの半袖、柄が小さい方、両方柄にしたんですね。僕は無地にしましたこれはやっぱり丸にらしいなと思って。それいいっすよね、ステッチが、はい、これがシャツ一番売れるんじゃないですか。確かに今季僕はこっちサイズ L にしました。あ、僕もこれ L です、はい、いいな、かわいい。これステッチの部分が丸にらしかったりとか、うん、ボタンのところとかもかわいいですよ ね。なんかサイズ感も程よくオーバーサイズなんで、うん、どっちも1枚でも着れますし、まあインナーでも使えるような。思ってる以上に大きかったですね。大きいですね。僕もお店で合わせて、あれ、こんな大きかったっけ多分ウェブで買う人もいると思うんですけど、思ってる以上にちょっと大きいので、ジャストサイズでもちょっとワンサイズ上ぐらいの表現になるかもね。僕ら身長180近い身長の子でも、うん、L でもちょっと大きいもん。そうですね。あ、それちょっと着た感じもね、ぜひ見ていただければなと思うんですけど、はい、じゃあラストいった、せーの、じゃん、はい、あー、靴下、靴下です。買いました。あ、いいですね、はい、カーキのショーツ、ワイドフィットボクシーショーツですね。結構イージーパンツめのウエストなんですけど、割とアウトドアとかでも履けるかなって思って。僕はなんかちょっとグッズに近いんですけど、ね、でも可愛いですね。可愛い白黒のソックス、使い方が難しいかなと思ってモノトーンにしました。夏のショーツの差し色とかに使ったりしてもいいかなと思って、うん、早速ちょっと着てみましょうか。夏っぽいスタイリングをしてみようかなと、はい、着ていきたいと思います。はい、ということでリュウ君、早速着てみますか。リュウ君着てみたいと思います。一応僕183の細身で L サイズを着てるんですけど、うん、あ、でもサイズいいんじゃない。結構ゴム袖ぐらいありますね、うん、着てみるとやっぱりいいね、サイズ感。下も白で上も白なんですけど、まあオールホワイトからこんな感じで羽織るのもいいかなと思います。柄をかなり大事にしてる感じなんです。俺も着てみていいですか。はい沖縄の旅行来たみたいな。これ二人いたらインパクトある。やばいね。でも街にあったらこうなるってことだよね。でこれすれ違ったら、あサイズね、XL ですね。はい。結構でかいわ。結構ゆとりありますね。うん。やぼったくなるんで、多分ショーツとか丈を調節した方がいいかもしれないですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご覧くださいませ。結構やばい。気持ち悪いです。二人並んでると。僕 XL で買っちゃったんですけど、多分ジャストぐらいで買った方がいいかもしれないですね。そうですね、うん、とリュウ君の今の感じの着こなしですかね。ちょっと開けて着た方がいいかも。なんか羽織りで、うん、どっかでちょっと抜け感作ってあげないと難しいかもしれないですね。ちょっと失敗した俺いや、まあいろんな使い方がある。そうだね、これタックインはできないかもね、このサイズ。ちょっと無理やり感出ちゃうかもしれないから。目幅が結構広いですね。そう、ショーツと合わせたら可愛いです、うん、はい、今来ました。めっちゃいい感じなんだけど、これ来ちゃいました。いいね、これさっきより並びいいんじゃない。いや、俺ね、これめっちゃ好きだわ。うん、このネイビーのシャツ、これ2990円やばくない。やばいっす、似合いますね、ネイビー。マジですか、普通に気に入ってる。うん、なんかこれやばいっすね、うん、価格的にも。こっちサイズ L にしたんですけど、これ皆さん本当にあんま大きいサイズで買わない方がいいかもしれない。 L の方が似合ってますね、うん、身長に合ったジャストサイズぐらいを買うのがいいかもしれない。180あっても L で全然いけますね。これも L です、イエローのトーンで揃えてみました。いいね、なんかリュウ君って感じ。本当ですか。まあ下は黒いサンダル履いたりしてるんですけど、うん、なんでバッグとか逆にその全身黄色で統一したので、まあ柄にあるような黒を拾ってレザーの小物とか、こういうの相性いいかなと思います。確かにちゃんとこういうところにもブラック入ってるから、うん、黒の小物を拾っても、うん、なんか違和感がないよね。そうですね、全体の好きです。ありがとうございます。そんな僕は
ブラウンのスラックスにネイビーを合わせて、はい、結構僕、寒色系にブラウンを合わせるのが好きで、濃いめのブラウンとか、はいはい、今回はスタッツのシューズで、ちょっと大人、大人ですね。大人っぽくまとめてみたって感じ。インしてもいいですね。これ絶対ジャストの方がいい。着てみて分かるやつですね。うん。ただ、クアウトしても大きいので、全然 L で問題ないかなと思ってます。そうですね。僕はね、お洋服が。これで終了なんですけど、リュウ君はあとショーツがあるので、じゃあショーツもスタイリングを、ね、はい、していこうと思います。はい、リュウ君に着てもらいました。着てました、ショーツです。めっちゃ似合ってる。これなんだ、一番良かったっす。俺ね、ごめんだけど3つの中で一番いい。いや、僕もこれ意外と、でもこれ、うん、最初狙ってなかったんですよ。うん、俺も全然見てなかったもん。この大勢さんが今着てる青い、はいはいはい、このネイビーとブルーのステッチのショーツバージョンもあって、うん、ネイビーあったよね。それのイメージだったんですけど、言ったらこれあって、これいいなみたいな。アイドセがカーゴ、カーゴっぽいね。いいですよね。ちょっとカーゴショーツなんだけど、うん、それのディティールをかなり、ポケットとか全部外して、ミニマル、ね、もうミニマルでシンプルにまとめた感じだから、うん、いくらだっけ。3000円です破格ですよ。いや、これ買った方がいいんじゃないかな、うん、でももちろん書籍見るのは難しいかも。でもまとめる、黒と比べると難しいんですけど、まあ、白シャツでも全然いけますし、うん、黒でまとめても様になると思うんで。やっぱシャツだね。シャツと革靴が結構割とマストかもしれない、うん、ロンティーとかにするんだったらやっぱ下は革靴とかにした方がいい。そうですね、ちょっとストリート感出ちゃうかもしれないですね、うん、結構服好きな20代後半の男性とかこういう格好してるイメージです ね、 ね、 ね、いい。カーキーと相性いいのは結構僕ブルー系かなと思ってるんで、結構バンカとか秋、うん、始まりとかだったら上ブラウンでちょっとジャケットとか確かに羽織ったりしてもいけるかなと思います。これ見てなかったわ俺。これでも3000円で楽しめるのは結構破格。言ってよサイズ何ですかそれ。これサイズ L です。俺この後ネットで買います。僕全部 L サイズですね。今日黒あっても絶対めっちゃ売れてますね、うん、ワイド具合がめっちゃ絶妙だ。いや、履いて思いました。こんなにあるんだなって思ってちょっとコーディネートバトル勝ったということで、はい、ということで丸にね、実際に来てみて、見てみて、買ってみてという感じのね、はい、まあいろいろね、多分賛否両論あるかと思うんですが、僕らはなんだかんで言って一番いいなって思ったのは お互いに無地でしたね、うん、結局なんか合わせやすいやつが買いやすいと思いますし、普通にね、生地もいいんだ、うん、マジこれやばいよ。2990円、作ってるからこそバックありますよ、ヤバさが。いや、バケモンだね、やっぱりユニクロ。いやー、今回のコラボやられました。アンダー1万円かぐらい、まあギリ1万円出したらいいもの買えちゃうっていう。夏物3つ買えます。はい、そんな感じのコラボでした。はい、ぜひ皆様、あの動画がいいと思ったらみんなにシェアしてあげてください。はい、ちょっと1個だけ、ほんとにサイズだけ気をつけてください。ネットで買う方が多いかなと思うんですけど、サイズだけマジでジャストサイズぐらいの方がいいかなと思います。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございまし た。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、バイバーイありがとうございます。